はい、どうも皆さん、今日も暗い中ですね、外にいるっていうことは、はい、そうです、今日も検証です。はい、今日はなんと渋谷宮下パークに参りました。はい、ここ意外と多分知られてないんですけど、喋って大丈夫ですか？意外と知られてなくて、あの宮下パークの肉横丁あるじゃないですか、はいはいはい、あれの表の通りに実はあるんですよね。このこちら今日クラブオアっていうところ、今日参りたいと思うんですけど、結構知られたくないんで、知られてないんで、これからもそれ紹介含め行きたいと思います。じゃあ早速ちょっといつも通り入り口からの流れをやっていきたいと思います。では早速行きましょう。こんばんは。すいません、今日クラブポートで予約しているダンと申しますが、はい、あ、ありがとうございます。じゃあこれから案内ということなので早速行ってまいりましょう。こちら2階の席に参りたいと思います。次は3階で参りたいと思います。あ、すごい、結構おしゃれですね、これは。ありがとうございます。すごい、ちょっとおしゃれじゃないですか。結構おしゃれですよね。しかも上から外見れるんで、なんかちょっと気分、なんかちょっと開放感があっていいですね。ちょっと早速ちょっと座りたいと思います。朝倉君、そういえばなんかちょっとここクラブっていうより、クラブはクラブなんですけど、ちょっとバーに近いクラブ、ちょっと延長線でクラブになってるような、まあ箱な感じなんですけど、でも実際なんか結構いろんなイベントをやってるみたいで、なんかイベントの箱にちょっと近い感じで、で今月周年なんですよ。でなんとこの今月中にその YouTube のラファエルさんも来るらしくて、なんか本当にいろんなイベントもやるみたいなんで、ちょっとそこも調べつつ、来るときはちょっと合わせてクラブポートの方も予約してもらえたらやりやすいのかなっていう、まあ、スムーズに行って楽しめるのかなと思います。シャンパンちょっと頼みましょうか。ちょっと俺もそろそろテンション上げちゃうんで、じゃあシャンパン呼びましょう。いたしますので、今スタッフの方が、やってくれますね。乾杯いたしましょう。いや、ちょっと逆にこっちは困ってるんですよ、俺。どうすればいいのかと。
じます。乾杯。今日はちょっとこんなハーレムなの初めてなんで、ちょっと緊張しちゃってますね、これは。で早速、ダンサーさんと、お客さんと乾杯したいと思うので、ちょっとこんなハーレムでいいのかな、逆に。じゃあ今日はせっかくオアさんに来たので、ちょっとお早めですけど、オアさんの周年に乾杯。乾杯。ちょっと贅沢の乾杯です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、緊張して飲みすぎちゃいました。ちょっと緊張しちゃってるんで、ちょっと緊張してすいません、ちょっと一気にさせてもらいました。ではちょっと今乾杯したところで、朝倉君、ちょっとせっかくなんで質問してもいいですか。ちょっと質問コーナーで、じゃあちょっとお客さんの方からちょっと質問したいと思います。ちょっとお聞きしたいんですけど、めっちゃ笑うやん、めっちゃ笑うやん。ちょっと端っこから、ちょっとクラブの魅力ってなんだろうっていう質問したいんですけど、じゃあお兄さんからいいですか。クラブの魅力ですか。クラブの魅力なんですよ。やっぱ新しい出会いってのが一番でかいのかなっていう。新しい出会いプラス、あと音楽、音楽いろんなものに出会えるかなっていうのがあると思うんで、はいはい、そこはすごく魅力的なところになるかなと思う。魅力的、出会いと音楽、素晴らしい、はい、って僕は思います。はい、ありがとうございます。はい、したら次お願いします。魅力なんでしょう。なんだろう、世界とかで活躍してくれてる DJ の人とかが、DJ、なんだろう、はい、最前線の音楽とかを発信してくれてる、プラスなんだろう、いろんな業種の人とかが、はいはい、居合わせる場所なんで。なるほどね。なんだろう、ね、ね、まあ、出会いの一つですよね。そう、出会いの一つだし、自分の人脈の一つになるなって思って。あ、ね、コミュニティ自分個人的なことなんですけど、自分もセキュリティ15年間やってたんですよ。俺もコネが欲しくてクラブ始めたんですよ。ですよね。はい、そういうことです。そうですよね。はい、そうです。次お姉さん、クラブの魅力お願いします。まあ、とりあえずちょっと飲んでもらってから、ね、はい、すいません。ありがとうございます。クラブの魅力、クラブの魅力、今出会い、まあ音楽、出会い音楽、はい、かぶらない方がいいですね。なるべくならかぶらない、なるべくかぶらないか、まあ遠回しにね、なんて言うんですか、その個々の魅力を出せるじゃないですけど、はいはい、自分がこうありたいっていう姿をこう素直にさらけ出せる。ああ、なるほど。これ僕実は前に撮影した時もそれ言ったんです。クラブは何にでもなれるんで。そうですね。それはすごいいいと思います。自分のあるべき姿を出せるじゃないですけど、はい、まあ、偽りの自分も出せるかもしれないですけど、個性をこう活かせる場所じゃないかなと。はい、ありがとうございます。じゃあ次お姉さん。これ被らない方がいいですかね。いや、被ってもいいですよ。はい、まあ、まあでもその前一食し飲んでからちょっと。なるほど。あ、すいません。あら、おかわいい一口で。いやでもやっぱ音楽とダンス2つとも。あ、ダンスもいいですね。置きましょうか。とお酒ですね。あ、お酒好きですか。いや、まあ飲むの好きです。結構強いんですか。まあまあ強いです。おー、珍しい。基本的に女の子が、いや私弱いっていう人がいいんで。あ、間違えました。弱いかも。いやいや、いいのいいのいいの。弱いかも。あ、でも音楽、ダンス、お酒、全部楽しめるのがいいじゃないですか。でもそれが俺のクラブの全てだよ。ですよね。まあ、基本ですね。基本ですか。基本、あ、でもそれがいいと思います。ありがとうございます。ではではでは、次はダンサーさんたちの意見を聞いてみたいと思います。じゃあこちらからクラブの魅力お願いします。おしゃれで、おしゃれ、かっこいい人がいっぱいいるとか。かっこいい人がいっぱいいる。はいはいはい、クラブの男の人はみんなかっこよくなってください。はい、じゃあ次どうぞ。かわいい友達がいっぱいできるところ。かわいい友達がいっぱいできる。ぜひ紹介してほしいです。はい、じゃあでは次どうぞ。クラブの魅力お願いします。流行りの音楽が知れるところと、はい、イケてる男女がいるところ。
最後ごめんなさい、イケてる何ですか？イケてる男女がいるところ。イケてる男女、本当は男女だけにしたいと思ったところ、一応女性も入れてくれたのでまあまあ控えめということで、すいません、ありがとうございます。ありがとうという意見が聞きましたので、ちょっと自分そろそろあのプライベートで飲みたいんで、ちょっとここら辺で終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日もお酒飲みましたけど、ちょっと今日ハーレムすぎないですか？だいぶ囲まれてました。ああ、ちょっと最近思ったんですけど、朝倉くん俺だけいいですかこれ、本当毎回毎回朝倉くんちょっと慣れないんですよ、恥ずかしくて。ちょっと緊張しちゃうんですよね。ちょっとまた違う雰囲気でしたよね、うん、あの他のクラブとはちょっと違うなと思って、綺麗で外も見えるし、でビップも広々して開放感あって、でスタッフダンサーさんもすごいいい人だったんで、あとお客さんも良かったですね、すごいフレンドリーで、ちょっと過ごしやすいなって結構自分思えたんで、なんでそので今回のこのオアさんはあの結構イベントが結構入ってたりするんで、そのクラブポート予約する際もこっちのオアさんとクラブポートをね予定うまく合わせてあの予約サイトの方してもらえたらなと思いますので、ちょっと気になったっていう方は通知ボタン、いいねボタン、コメント欄もありますので、そちらの方で、連絡してもらえたらと思いますので、また次回っすわこれ、ダメっすわ、もう遊びすぎて酔っ払ってるじゃないですか。それは仕事なんで、すいません。ということで皆さんまた次回ということで、ということで今日はここら辺で終わりたいと思います。バイ。